台湾異文化、いよいよ、4日目自由行動の日ですね、もう朝早くから、学生さんたちはですね自分たちを立てた、計画に沿って、それぞれのですね、台北市内を観光に行っております。で、これですね台北市内をちょっと、ホテルの窓から撮ってるもんですけどもね、なんとなくこう日本に似てるかなとは思うんですけどですね、ビルの作りとかあと、ビルの屋上にですねこうなんか寺院みたいなものがあったりとかですね、作りもやっぱりこう国柄が出てるんでしょうかね。ただやっぱり驚くのは、街の中に急にですねお寺があったりっていうところが、台北なのかなって思います。で我々もですね本日ちょっと自由研修で学生についてねちょっとどっか行ってみたいなと思いますので、なんか珍しいものがあったらですねどんどん動画アップしたいと思います。